おはにちわんばんこ、田中坊です。今日は久々に動画を撮影しています。向こうの方に見えてる山がどこの山なのかは分かりません。まだ雪が積もっています。今日は6月の14日になります。多分こっちの今アップにしていく方、この辺が月山って書いて月山っていうんやと思うんですけど、ここは山形県の酒田市に来ています。酒田市のグリーンホテルっていうホテルに宿泊しています。このグリーンホテルからのこの目の前の景色なんですけども、このようにちょっと風情のある建物があって、蔵がこう立ち並んでいます。今日はちょっと結構風が心地いいんですけども、こんな感じで蔵があります。そして橋があって、ちょっとした観光スポットになってるのかな。多分この前、あの目の前の蔵はお米とかを保存していた蔵のようです。はい、では田中坊、ちょっと一回画面を切り替えたいと思います。はい、改めまして田中坊です。こんにちは、バンパです。ちょうどお昼前ぐらいなんですけども、本日は今自動車教習所合宿に通っています。牽引免許を取ろうとして通っていて、今日6月の14日なんですけども、この14日、今日は昼から3時間技能を受けたら明日が検定で多分卒業させていただけると思っているんですけども、はい、今田中坊は山形県の酒田市で牽引免許を取っています。すいません、一応この間まで田中坊日本ぐるぐる行けるところ、ワゴンワールで行ける限りのところ行って旅をしてたんですが、すいません、無事に旅は終わって、今自分のまた次の目標に向かって動いている最中です。そう、旅の時最後もうちょっと動画上げるのをピタッとやめてしまったんで、そう、皆さんなんかご心配かけたりしてる部分もあったと思うんで申し訳ありませんでした。そう、田中坊元気なんで、終わって旅終わってすぐはちょっと結構くったくたになってて、そう、もういろいろお疲れたなみたいな感じだったんですけど、今は元気に牽引免許を取っています。牽引免許、そう、今の田中坊にこう何かを紹介とかこんな感じで教えるっていうことがまずできる状況じゃないんで、そう、牽引免許、もうただ一つ言えることはめっちゃ難しいです。まず運転だけなんですけど、その基本合宿でやることは運転だけです。ちょっと一回これ見てもらおうかな。はい、すみません、これちょっとじゃあ今見てもらいます。このように今回合宿は僕の場合はこのように10日15日とあって、毎日決まっております。技能回数が2回、2回、2回、3回、3回で、それで卒業検定があるんで、5日間のうちに、合計6、7、8、9、10、12時間、技能を受けます。それ以外は、もう、ほんまに、もう僕の場合は大型免許を持っているんで、大型免許を持っている状態で来ると、このように、もう技能だけです。ここの、初日の15時10分からのここ、ここで適性検査が一回入ったんですけども、この適性検査が、ちょっとしたもうほんまに検査というか、こう、筆記試験みたいな、試験でもないんですけども、それを受けて、あとはもう全部技能です。ほんで、これ毎日、1日おきにこの廃車が、この日やったら次ここが分かって、みたいな感じで、ほんで、次の日、ここに来て、ここ来ると、次の日の廃車が決まって、みたいな感じで、廃車表があるんで、それを見て、この自分の持ってる紙に書き込んでいるっていう状況です。そして今日今この6月14日の今ここに来たんですけど、ここにまで来ています。今日3回技能乗ったら明日が検定です。まあ、とりあえず今まだお昼までこのようにホテルでいろいろぼーっと考え事してたりしてました。ほんでこんな感じで、これがこの適性検査受けた時の結果なんですけども、
これちょっとこれ見てたら、あーやっぱそっかーってこう、あれ生年月日とか書いてあるんでちょっとここは折っとくんですけども、なんかそう判定がやっぱあんまりちょっと自分が懸念してたようなところがやっぱりあります。総合判定のところ、まあ、運転することには支障はありませんっていう判断が出てる、安全運転に努めてくださいなんですけども、状況判断力やや劣るなんですよね。運転中は運転外のことに注意を向けてはいけません。無理は絶対に禁物、交通のルールを守り控えめ速度で運転するようにって、これ今になってちょっと逃げに田中坊を見直してみたんですけども、そうやんなーって。これ今日までちょっと紙これもうやった当日にいただいてたんやけど、今更ですけど今目見直してみていました。問題ないよって言ってくれてたんやけど、ちゃんと一応読んでみよう思ってみたら、やっぱりここの辺、どこのここです、動作の動きのところもやや劣っている。車間距離は十分に取り、割り込まれても気にせず自分のペースで走るようにっていうか、まさしくそうしています。ここもう車間距離は十分に取り、割り込まれても気にせず自分のペースで走る。そうもう自分がその動作のその鈍さっていうか、ほんまはイエイって行こうと思ったら本当は行けるんですけど、もうそうなんか行かないようにしてる自分がいるんで、まあ、それがいいか悪いか、その後ろの人のね加減とかもあるんで難しいところなんやけど、そうでもやっぱりそういうことをその筆記で、この試験がなんかこう何とも言えん試験で、同じ動作をするとか丸をずっと書いていってみるとか、三角をずっと書くとか、引き算をただひたすらするとか、そういう試験でこういう結果が出るみたいです。神経質傾向、まあここはもう特に問題ない、あとは特に基本問題ないっていうことなんで、まあ、この2点ですね、動作の速さ、状況の判断力、改めて感じさせられました。はい、ではちょっとまたこちらに向けたいと思います。そう、まあ、今回そう今そんな感じで今牽引受けてるんです、牽引を今合宿で取ろうとしてるんですけど、まあ改めて今みたいにこうやって漢字試験とかってもうなかなか今まですることもなくなってたんで、試験じゃないか、これは適性検査になるんかな、うん、こういうのも改めて確認できたし、今ねちょっと思うことを言えば、教習所の先生に教えていただいてるんやけど、時間によってこう教習の先生変わるんですけど、やっぱ先生によってやっぱり人って一人一人思い方とか教え方も違って、この先生によったらこんな教え方、この先生によったらこうっていう、こうもういろんな違いがあるんやけど、それがもう、うん、やっぱりそう改めてなんかいろんな教え方やし、いろんな考え方もあるんやけど、そうなんか変な風に思わんように、なんかあの先生こう言うとったやんかとか、あの先生こう言うとったのにとか、まあそういうこと、そういうそっちで思い出すともうほんまにわけがわからんくなるんやけど、でもなんかあえていろんな先生に今教えてもらってることがあるけど、今田中坊にとってはうん、めっちゃ分かりやすいっていうか、なるほどなるほどって、うん、さっきの教えてくれた先生ちょっとちゃうこと言うとったのになとか思うんやけど、うん、自分なりの それの中で自分のやりやすい方法っていうのを今模索して探していってるんやけど、まあとにかく牽引ってめっちゃ難しい。もう普通にまっすぐに運転するっていうのは基本なんですけど、そんなに気をつけるところってはやっぱないみたいで、大型乗ってたらまあ大体こう大型と一緒っていうのはちょっといい言い切るのは言い難いですけども、大体まっすぐに関しては走れると思います。もうまっすぐ前進カーブでも左カーブでも右カーブでも、ただバックがもうよくみんな言われてると思うんですけど、難しくて、うん、頭の中がこんがらがるってよく言うやつですね。基本こうこっちにヘッドがあってシャーシがあって、もうこの動作だけらしいです。折る伸ばす折る伸ばす、こういう折る伸ばすの中でこうバックをこう T 字に、こういう細いところから T 字に
こうやって入れていくんでも、そう、あの図が今ないから指でやってますが、ここをちょっとこっち角度をつけてキュッてこっちに折ってから、こう折っていってこうここにこうギューッと入れていくんが、まあなんせ難しくて、このハンドルさばきだけで伸ばす折るっていうことがまずできるんですけど、この折れちょっと折れた状態をキープして押していくっていう、こういう状況、こういうハンドルの部分があるんですけども、それは自分で細かく探して、そう、これ以上ハンドル切るとギューッと折れていくばっかりやし、ほんでこっち反対戻すとこうグググググってこれ起きてくるんですけど、この感覚を覚える、ほんである程度のところまではそのキープして押していくっていう、この折らずに伸ばさずにこう押していく、ちょっと軽くくの字になった時間でいうとこう5時ぐらいらしいんですけど、この形を作ってこうグーッと押していくとか、まあ何にしてももうちょっとでつかめそうっていうところないけど、あと3時間しかないんやけど大丈夫かな。はい、今そんな状況であります。そう、これでもね、これはもうあのもう牽引免許もし受けに行かれる、あの受けに行きたいっていう方に、あのこんな感じやってことをお伝えしたいだけなんですけども、これ見てください。これこうあれかな、11万8800円で、ここの 山形県の酒田の場合は見えたかな、11万8800円で、このここ酒田のグリーンホテルっていうところなんですけども、そう、グリーンホテルに泊まれて、ほんでこの毎日、まあ、さっき見せた技能のこの1,2,3 で3時間とかあるんですけど、これ以外の時はこう、あの田中坊の場合は今回 もうワゴンワールで来てるんで自由時間です。ちょっとここ最近田中坊なんか食ったりしてて、もうなんかあったらホテルにこもって寝てるっていう状況でしたが、はい、もうこのスイッと終わっちゃうと、初めの方でもやけど、これ終わったら、まあここはちょうどやってきた日ですけども、こういう技術受けたらこの後はもう、まあ、自由時間で、今回はほぼホテルにいることが多かったです。もうずっと寝たりしてたんですけども、その中でも1個ニカホって、ここからもうちょびっと40分ぐらい7号線走ったら秋田県のニカホ市っていうところに入るんですけど、そこの温泉に行って夕日が眺めれる温泉でちょっとゆっくり温泉入った日と、鳥海山ってすぐそこに鳥海山って書いてすごい綺麗な山があるんですけど、そこの山まだ残雪がいっぱい残ってて、そこに昨日ちょっとブーンってワゴンある走らせてちょっと見に行ったけど、やっぱり途中で雪がもうしっかり積もって、それより先に行けないっていう通行止めのところまで上がってきたんですが、そう、そんなことをして、あの田中坊明日には多分牽引免許を取れるかな、卒業検定多分なんかよくわからないんですけど、安心パックっていうやつやから、なんか多分何が何でもいいけど検定受からせていただけれるような、そういうプランなんかなと思ったんやけど、ほんまに何もわからんまま来たんで、自分で技術だけで終わるってかそんなもんも知らんかったし、それでも実際来てみたら、あの大型免許持っとったら技能ばっかり、それも教習所の中で、ほんで最後の検定も教習所の中です。それ終わったら牽引免許をいただけるようなんですけども、はい、すいません長々と、そんな感じの田中坊です。すいません、あの旅終わってからそのまま野放しで、もうあの動画はストップしてたんですけども、最近の田中坊を撮影しました。はい、こんな感じで、ここホテルももうここでもう大方今4日目か5日目かいるんですけど、うん、もうほんまにこじんまりした部屋ですけども、ゆったりできました。はい、では田中も終わりたいと思います。ありがとうございました。よし、本日も頑張ってきます。終わります。ありがとうございます。そう、今ちょうど下でコインランドリー、コイン洗濯してるんですけど、
1回目洗濯乾燥機行ったら全然乾いてなくって、もう1時間今回してる最中なんで、お願いやったからに洗濯乾いてくれんかったら半乾きのまま教習行かなあかんくなるから困っております。終わります。ありがとうございました。